演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらファミリーマートの2種類のトルティーヌ旨辛チキンボロニアソーセージを食べられます。こっちが旨辛チキンで、こっちがボロニアソーセージで合ってますよね、多分。旨辛チキンって前に食べてる気がするけど、ボロニアソーセージって食べたことないですね。あれ、旨辛チキン食べたことあったっけ。まあ、いった、それ、老石を食べるんだから。それでは、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら、ボロニアソーセージからいただきます。ボロニアソーセージの方は最初マヨネーズが強いんですけど、後からちょっとした辛さやお肉の旨味が口の中に広がってきて、マヨネーズに負けじとついてくる、そんな感じですね。ただもうちょっとソーセージの旨さを感じたかったなという部分もありますので、こちらも点数を差し上げて、旨辛チキン、これは多分韓国系のタレの効いた辛さが広がる、ピリピリが広がってるのがパーってなるような辛さではなく、程よく食欲をつけてくれる辛さで美味しかったです。あれ、やっぱり前に食べた方がいいやつだなぁ。うん。いや、まあ、それはどうでもいいなぁ。だったら言うなって話です。辛いのが好きな方がおすすめですので、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終演。